わずか9センチメートル。森の奥で暮らす彼女たちはとっても小さいのです。心地よい風吹いた。ミコチの歌は評判いいからな。いや、快適快適。そもそも歌姫が2人なんて聞いたことないわよ。ハクメイはどういうところに行ってみたい？私の売りはこの盾ごとと艶やかなアルトでしてよ。私の研究対象は生命、彼らはその成果さ。ハクメイとミコチ、1月12日金曜より放送スタート。